はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの1分太ももを細くするためにおすすめなエクササイズを紹介します。太ももを細くしたい場合ですね、一般的にスクワットをすれば筋肉がついて足が細くなるって言われてるんですけども、実際にはですね、足が太くなる人もいます。もしくは足がパンプアップしてですね、毎日やってしまうことで日に日に足が疲れが取れずにね、サイズアップしていく、そんなパターンもあります。基本的にはですね、スクワットの回数を増やすとか重さを重くするっていうのは実は逆です。スクワットの回数を増やしていけば、回数をこなしていける太さにならないといけないですし、スクワットの重さを重くしていけばですね、その重さに耐えれるほどの筋肉のサイズにならなければいけないので、筋トレイコール足が細くなるというのは実は間違いではあります。では細くする場合なんですけども、適度な負荷っていうのをできるだけコツコツとやることが大切です。ということで、今回おすすめなエクササイズ、やり方をお説明します。はい、まずですね、四つん這いの状態で片足後ろに伸ばします。ここで早すぎず、こんな早すぎずね、ゆっくりすぎずで5回、 1,2,3,4,5。 そしたらですね、真横に足を持ってきて、ここで5回揺らします。次は戻して真横、戻して真横っていうのを5回します。これを左右同じようにいきます。で、次はですね、プランクの状態で同じように5回、横で5回、後ろから横っていうのを5回、といった感じになります。これを左右5回、四つん這いで5回、プランクで左右5回、ということで合計60回になりますんで、計1分間のエクササイズになります。スクワット1分間とかするよりも、こういったね、まんべんなく筋肉を使うエクササイズを心がけてください。では一緒にやっていきましょう。真横は結構きついので、真横までいけない人はね、斜め後ろでもいいです。そこで5回ほど揺らしてください。ではいきます。はい、真横を5回、1,2,3,4,5。はい、後ろから5回、1,2,3,4,5。反対いきます。1,2,3,4,5、1,2,3,4,5、後ろから真横、1,2,3,4,5。はい、今度はプランクです。5回いきます。1,2,3,4,5、真横、1,2,3,4,5、後ろから横、1,2,3,4,5。はい、反対ラスト、1,2,3,4,5。はい、OK です。お疲れでした。1分ですけど、なかなかいい運動になりますよね。ウエストとか前もも、後ろのもも、いろいろ使えますんで、このね、1分間だけをですね、毎日やってもらうだけでも足痩せできます。あと一つですね、足痩せできない人ももちろんいます。というのも、筋肉の中に脂肪がある足の人と、足が筋肉があってその外側に脂肪がある人、いわゆる足を触るとですね、むくみかな脂肪かなっていうブヨブヨした人はですね、そういった方はですね、割と重たいものを持った方が足痩せできます。ですが、普通の方は基本的には筋肉の中に脂肪が入って、まあそれで大きくなっていってる感じなので、まあイメージとしては霜降り和牛みたいな感じですかね。そういったイメージですかね。ああいった感じのね、足の方が多いので、そういった方はですね、スクワットしちゃうと大きくなるパターンがあるので、こういったね、負荷の軽い適度なエクササイズっていうのをできるだけ毎日回数少し増やしながらですね、やってもらうと足痩せできます。ということで、今回はたったの1分足痩せにおすすめなエクササイズでした。頑張った方はよかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.